ヤクザの組長にカツアゲをして捕らわれてしまった4人。4人は組の仕事をさせられることになる。花山は不良時代の経験を生かし圧倒的に仕事をこなしていく。そしてその結果、花山は組にスカウトされたのであった。どうしたんですか？僕たち急に解放されて。もう君たちは帰って大丈夫。いろいろと申し訳なかった。全然態度が違えそう。ぼっちがいないんですけど、どこに？ああ、あの方は組長とお話ししてるよ。組長さん、何か勘違いされてませんか？君の活躍ぶりには驚いたよ。いや、あれには事情がありまして、何かの間違いです。ノーアルタカは爪を隠すと言ってね。君はそのものじゃないか。何も隠してません。ただのしがない陰キャですよ。あの三人は帰らせた。え？ああ、それはよかった。じゃあ僕も。君は返さない。それはなんで？何度も言わすな。うちの組にようこそ。いや、昨日はどうなるかと思ったぜ。ほんとっすね。こうやって学校来れてるのが不思議な気持ちっす。でもぼっちが連絡しても出ないんすよね。ああ。てか、なんであいつだけ組長に呼ばれたんだろうな。まさか、まだ事務所で捕まってるとか。いや、それはねえだろ。だったら、なんで俺ら3人だけ解放されたんだよ。よし、全員席に着く。ホームルームを始めるぞ。あれ、先生、ぼっちは？ああ、花山からはしばらく学校を休むと連絡があった。松さん、やっぱり？いや、だからそれはねえだろ。あいつ一人って意味わかんないし。そうだよ、ただの風邪だよ。ああ、そうっすね。花山さん、ご指導ごめんたちの方よろしくお願いします。ちょっとやめてくださいよ。僕高校生ですよ。立場なんて関係ねえっすよ。花山さんは男の中の男です。いや、本当誤解なんだけどな。今日から一緒に仕事できること光栄です。いや、それは勝手に組長さんが言ってるだけですよ。とにかく何かあれば何でも申してください。失礼します。失礼します。失礼します。やべえ、完全に俺がこの組に入る流れになってやがるぞ。やっぱりあれはやりすぎだったか。今すぐ逃げ出してやが、相手はヤクザ。何か策を考えるしかねえな。お疲れ様です。お疲れ様です。Thank you.
長、随分と機嫌がよろしいようで。久しぶりに楽しみな男を見つけたからな。彼のことですか？ああ、今日から花山君をうちで面倒を見ることになったから頼むぞ。ええ、しかしまだ彼は高校生です。年齢は関係ない。彼にはヤクザの素質があるよ。組長にそこまで言わすとは大したものですね。ったく、あのジジイどこまでも俺を評価してやがる。まあ彼もまだわからないことばかりだろうから教えてやってくれ。ええ、まずはこの世界のルールからですね。この世界のルール、当然ヤクザの世界では上下関係に厳しい。そうだ、もう組長からの評価を力ずくで落とすしかねえ。まあ彼を大切に育てていかなきゃいけないな。ええ、親父の言うことは絶対ですからね。ウィーズ、おはようございます。ウィーズ、元気？おい、組長おるやんけ。組長、そういえば、拳銃貸してください。拳銃貸してください。拳銃借りていいですか？撃っちゃいますよ。組長、怖え。撃っちゃっていいですか。よしよし、組に入って初日であの舐め腐った態度、これで即破門になるだろう。晴山さん、組長さんがお呼びです。やっぱさっきのか、即破門になっちまったか。やっぱ僕あんなことやっちゃうんだよな。ヤクザ向いてないでしょね。もうできないもん。で、何ですか？破門ですか？花山くん、素晴らしいよ。君は私の若い頃を見てるようだ。はい？え？え？普通の組員は私を怖がって誰も部屋に入ってこない。それがさっきの君はなんだ？その度胸、ますます気に入ったよ。嘘でしょ。それからすっかり組長のお気に入りとなってしまった俺は、連日事務所で組員としての仕事をさせられることになってしまったのだ。松さん、ぼっちのやつあれから何日も学校来てないっすよ。ああ、これは本当にあのヤクザにまだ捕まってる可能性があるな。そうなったら俺らが事務所に行って話をつけてくるしかないですかね。おはようございます、皆さん。あ、ぼっち、お前大丈夫だったのか。はい、何がですか？いや、俺たちはお前だけあのヤクザに捕まってたんじゃないかって心配してたんだよ。それは関係ないんですよ。ただの風邪で休んでました。ああ、なんだ、紛らわしいな。なんだよ、心配して損したね。そうだよ。だから、やっぱ言ったろ、俺たちに会話される意味がねえって。そうだし、紛らわしいさ、おかしいんだよ。よし。ええ、そうですよ。こいつらに
俺だけスカウトされて残されたなんて言ったらめんどくせえことになるからな。てかぼっち、お前もうすぐデスなのに休んでて大丈夫なのかよ。そうだよ、お前ただでさえ学年最下位なんだぞ。あーそっか、頑張んないとですね。そう、俺が戻ってこれた理由はそれである。すいません、ちょっと学校のテストがありまして。テスト？はい、そろそろ学校に戻らないと退学になっちゃいますし。なるほど、まあ学業も大事だからね。おお、さすがは組長さん、分かってらっしゃる。しかし君は大切な戦力だ。うちにも顔は出してくれよ。はい、それはもちろん。学業の合間を縫って必ず顔を出しに来ます。ああは言ったものの、これでしばらく学業を言い訳にあのヤクザどもから距離を置けそうだぜ。それから俺は小島に頼み、毎日放課後居残り勉強するようになった。もちろん勉強などする気はなかったが、組への言い訳としては最適であり、組関係者から連絡があるたび、今は学業が忙しい、事務所に顔を出せないと断り続けたのであった。花山さん、お久しぶりです。すいません、最近顔を出せてなくてすいません。組長がずっと花山さんに会いたがってます。いや、すいませんね、ちょっと学業が忙しくて。なんでも大切な話があるみたいなんです。え、大切な話ですか？おい、来たぞこれ、もしかして波紋って話じゃねえか？どうでしょう、うちの屋敷の方で組長がお待ちです。ああ、わかりました。ちょうど僕も話があったので。よし、まず波紋を言い渡されるのは間違いねえが、先に俺からも辞める意思を伝えた方が良さそうだな。ちょっとやめてくださいよ、そんなの。親父から話を聞いてます。まさかあなたがそんなすごい人だったとは。いや、だからそれは誤解なんですって。親父がお待ちですので、こちらへどうぞ。ったく、組全体に俺の名前が轟いてやがるぞ。なんとかあの組長を説得しねえと。ああ、どうもです。少し外してくれるか。はい。最近は事務所の方に顔を出せてなくてすいません。その理由なんですけど、やっぱり僕はヤクザ向いてないですよ。どう見てもしがない陰キャなんで。いろんな誤解が重なって評価されてるだけなんですよ。全部勘違いなんですよ。浜山くん、ここに来るのも2回目だったかな。え？ああ、はい。この屋敷はうちの組にとって大切な場所なんだよ。ああ、
そうなんですか。組の者でもこの敷居をまたげるのは特別な人間だけなんだよ。じゃあ事務所にいる人たちより偉い人なんですか。ああ、お気に入りだよ。ああ、じゃあ僕なんて場違いじゃないですか。すぐ帰らないと。君に特別にここに住むことを許可しよう。うい。もちろんうちの組の幹部候補生としてだ。あれ？いや、僕は今日ここに辞めるって言いに来たんですよ。辞められるわけないだろう。僕はしがない陰キャですよ。君はこの組の未来だよ。おい。将来的には私の後を継いでもらう。おい。